本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。かなとかなでのかなえるラジオ開演いたします。業界人だな。おはようございます、お疲れ様です、お酒失礼します。言うて業界人だからほらすぐ出ちゃうのよね、こういうのね。本当にすいませんね、もうすぐほんと出ちゃって。出ちゃったよ、出ちゃって。もう出だしからこんなか。出だしからこんなですよ。今日は特に緩くやっていこうかなって思います。そうね、そうね、ほらほらプレッシャーになっちゃうから。はい、そうです。今日はですね、ちょっとね可愛いゲストさんもお招きするんで、後半でね、はい、ただ待ってねって、あと30分ぐらいは私たちで我慢してほしいなっていうところは。ごめんなさいね、ごめんなさいね、本当に待っててくださいね。お待ちくださいまし。お待ちくださいね。というわけで1月28日火曜日、はい、ただいま時刻14時1分になっております。エンタメ情報番組かなとかなでのかなえるラジオ、お送りいたしますのは FEC の役者部門綿貫かなと、明るく楽しく元気よくフリーで役者やってます田原かなでがお送りしていきます。というわけで、本日1月28日は、はい、データプライバシーの日とか、ほうほう、コピーライターの日とかもろもろあるんですけれども、コピーライターの日に、私たちは引っかかったことなので。なるほど。そう、さっき私は思い出したんですけれども、はいはい、トークテーマは座右の銘とか好きな言葉です。そうだよ。さっきまで決まってないねって言ってた。違う違う、言った言ったって。あれ、しかも私が言ってる、決まってるって。私が言ったんだこれと。ラジオ内で言うとダメですね。そうだよ。すいませんね。そこで反省会はしない。すいませんね。ごめんちょ。はい、というわけで、はいはい、この番組は、演劇のことや県内外で活躍している役者、表現者の方たちだけではなく、いろんな夢を持っている人を応援したい、はい、頑張ってほしいなと思いから始まった番組でございます。はい、ジャルタワーズ様々なイベント情報を発信していく番組となっております。1時間の上演、ぜひぜひお楽しみください、はい、この番組はモットーは一期一会、出会いを大切に、働けるまでこの仕事を続けたい、タクシードライバー田原乗務員の提供でお送りいたします。いさあ皆さんね、メッセージ等々お待ちしております、うんうん、好きなお言葉なんですかみたいな感じで、うんうん、だったらね、好きなアニメの、うんうん、なんかセリフとかでも全然いいですし、ね、映画のセリフとかね、そうとかでもいいですし、うんうん、心に刺さった一言、そうとか、ね、友達とかに言われた一言とか、先輩に言われたすごい嬉しい言葉とか、はいはい、そういうのでも全然いいのでメッセージとお待ちしております、うん、お願いします。それではメールアドレスが 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。またツイキャスト YouTube ライブの方から動画も配信されております。今日は私たち2人と、あと可愛いゲスト、あと2人が見れますので、ぜひ見ててね。最後まで見ててね。見ててね。誰だわ。消えていくような声。消えていくような声。エコーとか、エコーとかかけときますかね。そんな、そんなもんじゃもういいよ。消した消した消した。余韻が残ってたの。残像だみたいな。残像の残像だぜみたいな感じ。びっくりしたわ。それはそうと、はい、奏殿。はいはい、お疲れ様でした。舞台 ありがとうございます、はい、リエちゃんと遊ぼう。そう、リエちゃんと遊ぼう、はい、無事25、6日の本番終了いたしました。お疲れ様です。ありがとうございます。カナもね、はい、1日受付来てくれて、はい、本当にありがとう、助かりました。コーヒーを入れましたよ。コーヒーもう受付の人なのかコーヒーの販売員なのかよく分からない。私は店員だなって思ってやってましたよ。感じで、あで、カナ夜公演見てくれたじゃない。そう、見た見た。あ、どうだった？面白かったです。よかった。ただね、やっぱね、お金の生産とかもろもろしたからちょっと、うんうん、途中から入ったから、うんうん、最初から見たかったっていう気持ちもあるんですけれども、なるほど、ね、でも途中から入ってもうなんか、うんうん、あ、なんとかこれだな、あ、そういうことかっていう、なんか探偵ごっこしながら見れたので、うんうん、それはそれで楽しかったんですけど、あ、本当に、まあ、途中からだとしても全然面白かったです。あ、よかったですよ。奏の演技力な。普段と違うぞと思って。やっぱいろんなさ、キャラクターをさ、こう演じきることができるなと思って、うんうん、今回はちょっと本当に女性らしいみたいな。そうだったね。ボーイッシュだったりとかっていうの、うんうんうん、結構私の企画した時では意地悪な上司とかやらせたんですけれども、いや、そう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 、今回は本当に女の子で女性、まあ、そうだね、女性で、うん、なんかこのちょっとだけ闇のある女性みたいな。あ、本当に、うん、闇のあるというか、なんか何かを、うん、あ、抱えてる、ね、抱えてるってことね、うん、まあなんか、うん、なんて言うんだろう、まあ家庭があったりだとか、そうそう、まあ、自分がもともとちょっといろいろ離婚歴があったり、うん、まあ、シングルマザーでみたいなのを最終的にこの中で話すんだよね、うん、で、だからなんかまあ他の人とはちょっとなんかこう、うん、
なんか一線置いてるみたいな。そうそうそう、一線、うん、置いてたりとか。そうそうそう、要はこの出ているキャラクターの人たちってみんながこうなんかわちゃわちゃしてる中でちょっとだけあの静かな役をやらせていただいたんだけれども、うそう、面白かったですよ。いや、よかったよかった。もうカナネもそうだったんですけど、うんうん、もうみんな実力派集まっていて、すごいよね。もうね、1時間半以下ぐらいかな、うん、1時間20分ぐらいの舞台だったんですけど、うんうんうん、もう満足ね。本当ね。でもね、物足りない、もっとやってほしいっていう気持ちだった。あー、なるほどね。話の確かに確かに、このストーリー的なものもあるし、うんうん、あの私ら辺見ちょっとだけしか見れなかったんですけど、うんうん、最初の、まあ、カフェ、うんうんうん、バーっていうのカフェ、喫茶店、喫茶店だね、喫茶店がメインのお話になっていて、うんうん、喫茶店で巻き起こる人々のヒューマンドラマみたいなみたいなのがあのお話なんですけど、なんだろうな、このカフェの店員さんであるっていうのが、うんうん、まあ、セットがすごい壮大すぎたっていうのもあるんだけど、うん、もう説得力がすごすぎて、うんうんうん、あ、今ここカフェにいるな私なみたいな気持ちだしうん、うん、なんかこう開店前の準備してるのとかもさ、はい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 、すっごいリアルがあって、うん、うわー、こんな舞台やりたいなと思って、うんうん、いいです、よかったよ、ね、夢が見えましたこんなんだなみんなみたいな感じ、それは面白かったです、ね、自分たちもあんだけセットもあるから、うん、なんかこう本当に喫茶店にいる感じで、うん、あのお客さんがやっぱみんなコーヒーとか買ってくれたじゃない、だからさ、あの本当に舞台裏までコーヒーの香りがすごいの、うん、すごいよね、びっくりした、みんなコーヒー飲む、思い出がなんかね、 うん、そんなにコーヒーみんな飲まんやろみたいな、どうなのかなって思ってたけどね、気持ちでなんかボケーとしてたんですけれども、はい、2000円ですね、ありがとうございますみたいな、コーヒーもありますんで、うん、みたいにしたら長蛇の列になってコーヒーそんな並ぶよって、人気店だったね、そう、あの初回の公演なんかコーヒー待ちで押したからね、あ、だからコーヒー間違ったよ、ね、コーヒー4人待ってたから、ね、あれこれって演劇だったよねとか思いながら、あれみんな今日カフェだと思って来てるみたいな、コーヒーと思ってるかな今日みたいな、いやでもそんな緩い感じで見てくれたの嬉しかった、ありがたいですね、だから、うん、新しい試みだと思いましたね、うんうんうん、コーヒーとお茶菓子、ね、お茶菓子セットで、まあ、200円でお安く、売りましたけれども、だからなんか評判も良かったし、ね、うん、それなんか本当に食べながら飲みながら見ることで、うんうんうん、本当に自分がカフェにいるみたいな感じで見ることができた、うんうん、お客さん目線で ね、 そうでね、うん、お客さんとしたらあんなドタバタ騒ぎされたらちょっと嫌かもしれないけどね、嫌かもしれんけれどもでも実際こんなのがあったら楽しそうだなっていうのがある、ね、面白い人たちでございました。これ第2回とかもあったりするんですかね、もしかしたら続編とかあるかもしれない、あるかもですよね、楽しみですね、というわけで、カナネの、リエちゃんと遊ぼう、はい、25日26日のお話でございました。ちなみに私は26日もですねスタッフ頼まれてたんですけれども、うん、プロレス見るって、いやこれマジさ聞きたい、どんなだったかなと思って、楽しかった楽しかったけど、あ、ティーランさんには会えた、会えた、あ、よかったよかった、あったけどあの人服着ちゃった、あ、なんで脱がんかと思って、見せれって見せれ見せれにしとるんだっつってティーランさん見せれってよ、見せれよT シャツみんな着てで、ティーランシンサーさんがマイクパフォーマンスをしてたんですけれども、うん、ものすごい勢いで違うこと叫んだ、へぇ、何だったかな、ハイビスカスミーさんっていう、ね、はいはいはい、女性の方がいるんですけれども、うんうん、その方がプロレス学校の校長になる、うんうんうん、そう、教える立場になる感じになったんですよね、マジで、そうで一応校長ってみんなで言って、うんうん、みーさんって言うと違う校長だみたいな感じでねそのちょっとあの面白いやり取りをしてたんですけれども、うん、まあ、そこでまあもろもろありまして、うん、私動画撮ってるんで後で見てください、あ、わかりました見せてください藤田なんとか藤田プロレスハイスクールだったから、うんうん、なんか名前をねちょっと私が覚えてなかったんですいませんけれども、あの全然違う学校名を叫んだんですよ、ね、やばいで、その後にあ、失礼しましたって言ってで、このさてはお前って緊張してるなみたいなことやり取りがあってあー可愛いなと思ってで、まあいろいろあってプロレス見まして、うんうん、でその後にですね、あ、嬉しいことがありました、うん、あのウルトラソウキさんがですね、はいはい、うん、あの今度ラジオ出してくださいよ、おー、そう、あの宣伝もしたいので出してくださいって言って、おー、すごい、2月中来月にちょっとお呼びしたいなと思っておりますので、うんうん、皆さんねプロレス好きの方も待っておいてくださいね私の収穫のお話でございましたわー素敵、あ、はい、うん、曲も終わっちゃいましたね、喋りすぎちゃって喋りすぎちゃって、でツイキャスの方からコメントたくさん来ております、カンプチさんこんちゃー、こんにちは、ラニネさん始まった突撃攻め込めって言ってますけど攻め込めで思い出したシュタタタタタシュタタタで思い出したけど、うん、私キリンが来る最近、はいはい、あドラマね最近やってるやつ、明智殿の、明智殿の明智殿のやつなんですけどめっちゃ面白いと思って見ても、はい、うんうん、うちも一話ね、うん、最初見たんだけど、うん、あ、いいなと思った、そうそう、テンポもいいし、2話録画した、あ、マジですごい面白かった、面白かったか、はい、仙人さんおはようございます、ありがとうございます、今日は見に来てくれて本当にありがとうございま す、髪伸びたそう、あ、なんか雰囲気変わっていい感じじゃないと思ってで、カンブチさん好きな言葉、人任せ食べ放題、おい
いいの自分のなんかランク下がるよこれ大丈夫半額も好きってなんとそれはわかる半額は好き半額は好き限定とかね本当に限定品とかさなんか限定15品とかさめっちゃいいよなタイゴさんヤッホーありがとうございますそうさあタイゴさんタイガドラマですねタイゴさん大河ドラマって言いにくいですねタイゴドラマタイ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 してますからねメッセージ等も来ておりますが一回ちょっとジングル挟んでそうだ、ね、はい、行きましょうかそこからですね話していこうかなと思いますではジングル入れまーす 78.0 アネタイラディオ FM ナパはい時刻は、14時10分でございます、はいはい、エンタメ情報番組だけど今日はみんなの好きな言葉聞いてくぜそうだぜ好きな言葉皆さん何でございますか、うんうんラニーネさん、はい、ツイキャスからトランキーロあっせんなよが好きって何のキャラクターのセリフかもって分からんけどなんだろうな なんか映画とかそれもう、うん、アニメかなこれはですねなんか調べてる人はいるんだけれども、うんうんうん、トランキーロの意味あっせんなよとはってなんか映画動画、うんうんうん、あ違うなこれはプロレスとかかななんかあそういう系かもしれない、ね、スポーツ系かもしれないなあプロレスですね新日本プロレスの、うんうん内藤哲也さんのマイクアピールであっせんなよといったニュアンスで使われているさすがね皆さんラニーネさんプロレス大好きです、ね、絶対その辺だろうなと思いましたけどアニメも好きですからね、うん、そうですねかなでは何か好きな言葉ありますかなんかさ最近響いた言葉があったんだけど、うんうん、ちょっとねラジオでも話したけど、うん最近さ漫画のブルーピリオドっていうやつを見ている、うんはい、読んでるんですね、はいはい、でそこの中で主人公の八虎くんって子が、うん、まあ初めてこう、うん、美術とか絵を描くことが好きになるわけね、ほいほいほいでそれが好きになって、うんまあ、芸大を目指していく物語なんだけど、うん、このさ八虎くんが要はお父さんお母さんには、うん、なんて言うんだろう普通に、うん、まあいい安定した大学に行きなさいねみたいなことを言われていたわけ特にお母さんからなんだけどこのお母さんを説得するためにね、うん、まあいろいろやっていくんだけどさ、はいはい、要は親からしてみればさ、うん、なんかこう芸術系っていうのは、うん、要は食べていけんのかとそう、ね、将来的にそれであなたはお金を稼げるのみたいな話になってくるわけさ、うん、でなんかこうお母さんからしてみれば八虎くんがやってることはただ好きの延長線みたいな、うんうん、っていうのをやってる趣味程度のことなのかなっていうなんかこの葛藤があるのよなるほどなるほど、うん、でそれでま、応援はしてくれるんだけどこの八虎くんが、うんうん、この部屋でさいろいろ頑張ってる時に、うん、なんか好きなことっていうのは勝手なことをやってるように見えるけれど、うん、本当はめっちゃ大変なんだよみたいなことを言ってた、はい、あの風景がとっても好きであははなるほど、ね、それってなんかさやっぱ自分役者もやってるし、うん、なんかそうそれが好きなことってなった時にさ、うん、趣味ではないけど好きなことってこう、うん、くるなんて言うんだろうただ好き勝手やってるわけじゃないそう好きだからそうなんだけれども自由ではないんだよっていうそう、うんっていうのがなんかおっってなっちゃった刺さる自分の現状に刺さるみたいな感じだよねだからねなんかこうただただ楽しいだけでやってるわけじゃないんだよなっていうのがあって、うん、なんかそう好きなことをやってるっていうのはそれなりに労力とかすごい努力してる人たちもいるから、うん、あなんかこの八虎くんのさめっちゃ頑張るわけ本当にそういうもうやってる努力してる姿がかっこいいと思ってたら、うん、なんかやっぱその言葉がすごく響いたね、うん、そう刺さるやつ刺さったでも私も今もわーそうだよーそうだよってなるよねそうなーだから楽しいことやってるから楽でしょ、うん、いいよねみたいな、うん、そう確かにいいと思われるのはどうしてもいいと思うけど、うんうん、ただ楽ではないんだよねそう楽してるわけじゃないんだよねっていう感じでした ねカナはどうなんか好きな言葉とかカナはですね、うん、座右の銘みたいな感じになってるんだけどアニメの漫画のキャラクターのセリフなんですけど、はいはいうん、鋼の錬金術師 の、うんうん、グリードってキャラクターがいて、うんうん、そいつがありえねえはありえねえよって言ったセリフが、はいはいはい、なんだろう人の、うんうん、そのなんだろうな実際に目にしないと、うんうん、みんなあんま信じなかったりするじゃん、うんうん、ありえないありえないみたいな、うんうん、でもそのありえないっていうのは誰かにとったら当たり前だったりもするし、うんうん、その
自分の判断だけでそれはありえないとか、うんうん、その突っぱねるっていうのはやめろよみたいな、うんうん、っていう感じのニュアンスみたいな感じなんだけど、はいはいはい、ああ刺さると思ってでもね分かる、それそれそれ、うんうん、ありえないことはありえないなっていうふうに思っとくと、何でもあ OK ありえるありえるみたいな気持ちになる、うんうんうん、ああなるほどね、そんな感じ、はい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 、なんか心広く持とうみたいなでもなんかこうね寛大というか慣れるよね、そう寛大というか、なんだろうな、うんうん、こう遠くから見とくみたいな感じ仙人さんから、はい、漂えど沈まずかなって言葉と、うん、リラックスが好き、リラックスいいな、いいねいいね、なんかもう少しで死ぬって時はリラックスしてたいいきなりそんなちょっとどうした、最後死にますせーみたいな時とかもさ、忙しく生きてたくないんだよね、まあまあ、リラックスで死にたい、まあ、そリラックスした状態で横になってゲームしてうん、あーレミラーって言って死にたい、そのまま、うんうん、あーなるほどね、リラックスの状態、リラックマみたいなリラックリラックマみたいな感じあ何を言うと思うんだね、なんで急に死ぬ話すぐ死のうとする、なんか人間やめれや人間はあれよ、すぐ死にますからその死なないなんてありえないって思ってたらダメですよ、ありえますからね、わかるわかるかもしれんよ、まあそれはなんか悔いなく生きたいでもあるよ、生きるかもしれんけどねメール来ております、進撃のみーちゃんさんです、綿抜き無双さん、だから綿抜き無双ってなんかなんもうよ無双無双じゃないよバーの常連さん、生放送お疲れ様です、あはい、はい、ありがとうございます、バーの常連さんだったんですか、常連ではない、私は初めて来た人でした、なるほどですね、あははは、なんだ今の返し生放送お疲れ様です、はい、今日もお仕事お休みめいちゃんです、いいね、いいな、毎週火曜日休みなの、うん、私も休んじゃおっかな、ダメ大丈夫来ないぞ今日はリクエスト曲をかける時間はありますか、早めだとうれしいですね、うれしい、そして、今日はゲストさんがご登場ということで、うんうん、先週無双綿貫さん、だからなんでよなんで名前がかな綿貫になっていらっしゃるのなんでこうファーストネームとラストネームファミリーネームと、はいはい、ファーストネームがぐちゃぐちゃってもういいやこれは可愛い子がやってくる、誰なのか、めちゃくちゃ可愛いのか、可愛い、可愛いよ、可愛いです、フレッシュ、フレッシュでございます、楽しみにさせていただきますね、ではでは最後まで楽しく聞かせていただきますね、ありがとうございます、お願いします、リクエストの曲が、来てるんですけれども、うんうん、全部英語だからね読めないのよね後半でなんか後半で流しますかね、うん、流そう、すいませんね、流そう、本当にね、こう読めないんですよ私、日本人だからねちょっと見せて、これは何ですかね、ああどくあぶる I took a pill in これなんだろう、 I miss it みたいな感じ何言ってんのI miss it みたいな感じ、マイクポスナー、これ誰ですか、マイクポスナー、マイクポスナーのあれとかみたいな読めるあれとか歌ってるの、もう歌ってるのやべ面白くて泣きそうあやべ、仙人さんが、仙人さんが読んでくれる読んでくれるけど、でもマイク通らないからあれとかピッみたいなないし、私はね、あのコピー機能してるんだからね、これ私知ってる、入れるぜ、頑張って読むぜ、読みますぜ、すいませんね、あの英語でびっくりした調べたら変な画像出てきた楽しそうだな、これ I かな L かな、マイク・ポズナーですね、はい、マイク・ポズナーの、なんて読むんだこりゃ、わからんよ、一応曲ありました、曲ありましたので、はい、後で流したいと思います、なんかなんとかリミックス、めっちゃメール来とる、メールですね、後でめいちゃんさん後で流しますのでちょっとお待ちくださいね、たぬちゃん、なでちゃん、こんにちは、でおなじみの親友なる隣人りょうけんです、はいはい、ペチペチペチ、イエイ、好きな言葉、男の仕事の8割は決断だ、あとはおまけみてえなもんだ、かっこいい、これ誰ですかね、誰の言葉かな、素敵、あ、さっきの曲名分かったよ、なんて、 I took a pill in Ibiza かな、 Ibiza、 うん、Ibiza、 あはは、 Ibiza みたいな、なんかさ、それさ、うちめっちゃ面白いなと思ったね、あの、あれあるさ、CM とかで流れてる、 I need a little bit、 分からんぞ、あ、It's a wonderful world、 It's a wonderful world だったっけ、なんですかっていう曲があるんだけど、はい、それの出だしみたいだった、そんな、こんななの売れんよこんな曲、そんなしたら伝わるかなあ、あれでセレブレーとか、でもそんな感じだな、なんなんだよこの番組は、本当に全然なんか女子トークじゃないよ、モノマネしてんのかなと思っちゃった女子トークでこんなセレブレーみたいな感じの声出るわけないよ本当に
何キングだったっけ、はい、あ、メールです。メカルの事務員、花城さん、あ、花城さん、はい、昨日なんかメール来たみたいですね。ありがとうございます。かなさんは初めてで、かなさんは昨日こんにちはですけれども、はい、今日は仕事の合間をメールで合間でメールしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ聞いてください、お願いします。そして来ました、ラニーネさん。イエイ、ちょっと危ね、ゆめ自己紹介の文があったのにラニーネさんって言っちゃった、大人も子供もお姉さんもや、エンディングまで泣くんじゃないでおなじみのコピーライターの糸井重里です。お前マザーシリーズ作ってねえだろってことで糸井重里です。ランリーネンだっての。てかマザー2懐かしいな、こんな病名だったっけ私、ちなみに俺の好きな言葉はジャッキーチェンの53年、続けてきて100回はやめたくなった、疲労負傷、5回でも、続けてきた理由は一つ、自分に負けないためだです。ほう、かっこいいね、かっこいいね、いいジャッキーだ、いいジャッキーだ、悪いジャッキーはいないです。ありがとう、いいジャッキーです、いいジャッキーです、いい薬ですみたいな商品名みたいな、ジャッキーの吹き替えを長年担当している石丸ひろやさんがジャッキーの吹き替えを長年担当していたことでギネス記録を叩き出した、叩き出したし、すごいと思います。来月で79歳になられる石丸さんですが、やば、はあ、実は現在体調を崩されているらしく、めちゃくちゃ心配なんだよな。わかる、いい声ですよね、うん、いい声、ジャッキーしたらあの声になっちゃうもん私、うん、いいジャッキー、わかる、わかるよ、わかる、ね、え、何、悪いジャッキーがいるいいジャッキーだわー、いい、あー、なるほど、わかるわかるよ、うん、いいよね、なんか今、え、お前って顔をされた驚いてしまっただけですね大丈夫、別に大丈夫、新作映画、うん、ナイトオブシャドウ魔法剣の、うん、試写会も、石丸さんじゃなくて、ジャッキーちゃんが代役という、ジャッキーちゃんが代役、ジャッキーちゃんジャッキーちゃん相性どっち、本人来てんじゃん、そしたら代役じゃないでしょ、本人いるでしょ、ジャッキーちゃん、ジャッキーちゃんっていう方がいるんですか、そう声優の方、うん、あの芸人さんっていうなんだけど、めっちゃ似てるわけ、似てんの、死にそっくりだよ、そんなうっちゃんより似てる人なんているの、いるいる、あ、いや、まあ、うっちゃんには勝てんけど、勝てんけど、いや、でも容姿がすごいそっくりそっくり、あ、そうなんだ、うんうん、なるほどね、石丸ジャッキーは個人的に好きだから、ジャッキーと石丸さんと、サモハンと水島優さん、四票と、古谷徹さんは外せないよ。ちなみに石丸さんはマジンガー Z の主人公、これ読みんな、カム、カンムリ、これアトリウム、はい、なんか主人公の方ですね主人公のなんか強そうな名前です、はい、ワンピースの、おでんだ、あ、結構おでんなどを担当、古谷さんワンピース、サボ、ガンダム、アムロ、レイ、アムロレイ、コナン、アムロ、トールなど、これは知ってるぜ、ありがとうございます。いっぱいメール来てるんで、ちょっと早めに消化ってたらですけどすげえ読んでいきたいと思います、さっきのやつ、なんですか、やっぱり奏さんわかるってセニーさんが言ってくれたなんでわかんの、あー、なんとなくわかってる、 What's a wonderful world だ、そうインドガレスみたいな待って、うちそれツボだわ聞いてみて、後で聞いてみて、後でじゃあ、ね、そんな感じなんだよ、後で聞きましょう、後で聞きますツイキャスの方から武蔵さん、カナカナさん、こんにちは、こんにちは、カナでちゃん、舞台リエちゃんと遊ぼう、お疲れ様でした、ありがとうございます、武蔵さん見に来てくれたんだよ、ありがとうございました、ありがとうございます、その日は私はいなかったんですけれどもね、タヌちゃん、ナデちゃん、こんにちは、でおなじみの親愛なる隣人両県です、ペチペチペチ、3つ目、キリンが来るの第1話で声優の大塚明夫さんが出てましたよ、え、どこだ、どこで出てた、めちゃくちゃ渋くてかっこよかったです、嘘、出てた、あのシーンかな、見逃したかもしれんな、うんうん、見逃しかってちょっと、もうこれもお家帰ってからもう一回見て、お家帰ってから見ますね1話は録画しとんのじゃ見逃し放送みたいにやってるかな、そしてですね、好きなお言葉ですね、はいはい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、綿貫無双さんと、もういいよ、バーの常連さん名前も言わんよな、改めましておはようございます、おはようじゃないな、この番組のツイッターに告知もし忘れていますが、好きな言葉ごめんね、忘れた、今日忘れちゃった申し訳ね、セブンプスの七重ちゃんが言った言葉、セブンプスですね、あ、はいはい、うちの、ラジオ局でも番組しております、金曜日に、はい、金曜日13時から1時間番組でやっております、うんうん、バンドドラムの、うんうん、してるよ、まだ舞子ちゃんがやってるんですけれども、うん、酔ったら記憶を忘れる人にも、これこんなの言ってんの人にもよるけれども、本当に酔いすぎて記憶を忘れた方と飲んだことがあったので改めて共感し記憶に残って私の中では好きな言葉になっています、ではでは最後まで楽しく聞かせていただきますね、可愛い子ってアイドルですか、うん、それは言えないねまだね楽しみにしてください、フレッシュで可愛い子です、うん、っていうか酔ったら記憶を忘れる、 あります
お、あるかな あったかな、うん、あったかな、うん、なんかそれはご想像に言ったら、あの飲まなくても忘れるかな記憶がそんな感じかな。みーちゃんさんもいつ、綿抜き無双さん何かあったの、急に死ぬ、何かあったの、何もないいつも急に死ぬとか言うから私だから本当だよ、仙人さんまで私のアンジナルレみたいな声積もってるどんな声いい、最高、全然違うこと言っちゃったもんね本当に、メールめっちゃ来てる、ありがとうございます、ね、あうちさ、もう一個さ好きな言葉っていうか、自分がちょっとね、あの、うん、なんて言うんだろう、うん、いつもこう指針としてるというか、なんて言えばいいの、ちょっと自分の中で迷った時と か、うん、なんかそういう時はこれだなって思ってるのが一個だけあって、何ですか、コツコツは勝つコツっていう早口言葉に聞こえるだろうけど、コツコツが勝つコツ、じゃあコツコツは勝つコツ、意味わかる、コツコツは勝つコツかなにとっては早口コツコツは勝つコツ、コツコツは勝つコツ、コツコツは勝つコツ、そうそう、だそう、コツコツやることが、うん、その先の勝つコツになるのかなっていう、勝つコツはコツコツでもいいですかそれでもいいけどいいけど、まあそういうことだよっていう話だよ勝つコツはコツコツ一応大事にしてる言葉なんだからな私も大事にしてる、全部カタカナでイメージしてるけどローマ字で、勝つってあれよ、大文字ローマ字で言うコツコツは勝つコツ、コツコツは勝つコツ、勝つコツはコツコツ、いやでもなんか地道にやるのがやっぱ一番の近道だなっていうのがあって、そう、そういうのでなんかこう焦らないように、そう、なんか焦ってこう急発進してしまった時になんか失敗する失敗したりなんか後悔するよりは、なんかちょっとねコツコツ地道にやろうっていうのが自分の中での、そう、気持ち焦ったらなんか逆にいいパフォーマンスできないから、あーなるほどね、そうそう、だからコツコツやること、はは、地道にやること、それが一番絶対早く自分の中で 目標達成できると思って、ね、そうそう、そういうこと、それ言う、はい、私もう一個あるわなんか自分、なんか自分に言い聞かせてることはあって、自分は有言実行女って思って言うようにして、あのダイエット以外は有言実行しようと思ってなんだよそこもやってこうぜ、なんだよなんだよ、そんなみんな私を非難するような目をして、非難するような目はしてない、なんだよってでも一応言ったらやろうパンってなんだ言ったらやろうと思って、うん、それは大事ね、そうだから舞台なんかは企画します言うたらやるわってな自分で言って追い込ませるみたいな感じあなるほどね、そうやらんからそうしないと、うんうん、周りから攻めていかないとやらないわけよ、はいはいはい、みんなに言って私やるから私やるから、あやらんといけんなみたいな、うんうんうん、やるかってなって、行ったからにはねってなっちゃうよね、行ったからにはやらんとっていう風にして、なんか有言実行っていうのは、うんうん、自分のあの死ぬまでのなんかこの座右の銘っていうか、はいはいはい、ちゃんと持っとこうっていうのは思ってる、大事大事これ、うんうん、忘れちゃうからでも忘れちゃうからみんなが言って覚えてるから、それでかながねできるならいいじゃん、あ私そんなこと言ってましたじゃあやりますわ一人で言ってたら忘れちゃうからさいやでもいいんじゃんいいじゃん、それでできるんだったら、うん、もう有言実行ですよ、有言実行ですね、うん、ラニーネさん、はい、もう一つ好きな言葉、あいつらが今死んで救われたやつがいるのも真実だ、お前は助かった命にいつか法を正すから今は我慢して死ねっていうのかって、急にテイルズオブ、ベスペリア、はいはい、ユーリ・ローウェルの鳥海さんで、いい声ね鳥海さんなんだいい声ですね、その子、その歌じゃねえ、なんだセリフだ、セリフ、そのセリフが好きってことですね、なるほど、すごいなんか日常で使わないこと言いますこれラニーネさんがよく口にしてる言葉、なかなか普段考えることのない感じの ねところだよね、そうだね、あいつらが今死んで救われたやつがいるのも真実って、あそれはなんかあって思う、それはね、そうだよね、なんかほえーと思う、ほえーってなりますよねあるそうだよ、そういうこともあるよなっていう、あメールです、タヌちゃんアナデちゃんこんにちは、でおなじみの親愛なる隣人良犬です、ペチペチペチ、綿抜きさん、大塚明夫さんは避難所のため打ちするシーンで出てきますよ、あーはい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 、いた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 、あいたいたいた、あ最初あれでしょ、あの明智殿がちょっとあの銃欲しいわ言って、そう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 、いやもう試し打ちするでみたいな、来たら行っちゃうかみたいに言ってあー行くわみたいな感じあれさ最近オッサンズラブでも人気のある、うん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 、方も一緒に出てた、うん、部長が、うん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 、あキャプテンか、うん、なるほどね、はい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 、ちょっとあれですね、先ほど私が、うん、ポロッと言ってしまったことに関して、なんか
あれだね、ちょっと大丈夫、言葉選んでねみたいなことが来たりしましたけど、わかりました、これはオンエアでは読みません、はい、ありましたけどすいませんね、ではそろそろ、ね、ちょっとそろそろ曲いきたいと思います、うんうん、ゲストさんたちも待ってるから、そうですね、うん、先ほど、めいちゃんさんがリクエストしていただきました、はいはい、曲なんだっけ、待って、I took a pill in Ibiza、 もうその人になれよその人になってよ裏で歌っとくわ、私多分カラオケのいいネタになる、何をやっとんのじゃ、本当にもうすいません、最高、マジ聞きたいわ、ね、今日のなんかベストワンかもしれない今日のベストワンかも、30分でベストワン作ったかもしれない、この後からね、また可愛い子たち出ますので、はいはい、うんうんうん、一回ですね、行きましょうか、私の今言ったことは忘れて変な声言ってんなみたいなことは忘れて、曲を聴いていただければなと思います、はい、じゃあ進撃のめいちゃんさんからのリクエストの曲です、流します、はい、Your radio station. FM Naha.
はい、時刻は14時34分になりました。早いね今日は。全然私がうえーとか言ってるような曲じゃなかったですねすいませんね本当にね。あらほらコメントであら可愛いって言われてますけれども、今日はですね、あの FM 那覇で職場体験に来ているですね、うんうん、寄宮中学校、那覇市立寄宮中学校の1年生の、はい、ですね、きゆきちゃんとみゆちゃんに来てもらっています。バチバチ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。職場体験1日目ですけど、どんなですか？面白いっすね面白いっすね面白いっすねめちゃくちゃ達観したコメント来ましたけど、大人なんじゃないですか？ありがとうございます面白くなってくれて本当ですね。あの話しててもですね、ものすごい大人なんですよ。なんかそうなのよなんかうちらがさ、もうあ、すいませんってなるみたいな、しっかりしてんなと思って、人生2回目みたいな2回目ですね、大人みたいなね。すごいわ。最近の子はもうちゃんとしてるなと思って。本当よ。本当にね、なんかね、さっきちょっと話聞いてたら、はいはいはい、2人ともさ、放送委員会に入ってるんだって、うん、あ、そうね、なんか喋ることとか、人前でこうおしゃべりすることとかも、うんうん、結構なんかこう、なんか慣れてる感じ。そうそうそう、やっぱり慣れてるなと思って、ね、なんかね、うん、堂々としてるわ。そうです、ですよね。すごいよ。どうですか、あの職場体験は今日は何をしたんですか？あ、今日は明日なんか、うん、放送、うんうん、っていうか、あの収録を自分でなんか企画して、うん、はいはい、なんか仮の番組を作るみたいな。ラジオ番組を実際に作って喋ってみてっていう感じの番組をするっていう、うんうん、でそれを構成とかを今作って、はいはいはい、今自分で作ってたってところですね。すごいね。すごいことさせますよねうちはね、ほんとねこんななんかこんなね、すごいことさせます。明日じゃあね、パパみたいな、パパみたいなね何がエンビルベーみたいなバカないことね。いやいやいや、楽しくはやっておりますけれども、うん、1年生ということで、まあ、で今なんだったかな、放送委員会入ってるっていうことで、はいはい、こう、うんうん、なんだろう、なんか放送委員会のこととか聞きたいんですけれども、今日のトークテーマが好きな言葉なんですよ。う、うんうん、どうですか、二人は何かある好きな言葉？好きな言葉、好きな言葉ですか、うん、はい、きゆきちゃんから聞いてみようかな。あは好きだね、あはみんなも好きだと好きな言葉ですか、うんうん、はいはい、ですね、いいよいいよ。あ、どうぞ。これ単語でいいんですか？全然もう何でも、単語とか何でもいいよ、うん、何でもいいよ。じゃあ平和。あねえ、大人やだもうやだ、ごめん、なんかごめんごめん、ありえないわ、ありえない、ごめんね、あんなに変なこと言って変な声出して聞いた、聞いてるよ、平和だよ。後ほど YouTube でも聞けますよ宝物みたいな感じだよ、宝物じゃなくなんかもうお母さんみたいな気持ちになってるからね。本当によ、素敵素敵ですね、素敵だよ、最高ですね、大事、平和大事、ありがとうございます言いづらい、次言いづらいみたいな感じになって、みゆちゃんはどうですか？あ、まあありがちなんですけど、継続は力なり。え、なんでなんで大事よ、大人呼んだでしょ今日すごいですね、絶対中身はもう中身大人ですよ、すごいですよねはこ、なんかちなみにだけど、その中学1年生の時って私そんな言葉知らなかったと思うんですよ。うちも知らんよどこで覚えてきてる、どこで覚えてきてるどこで覚えてきてる学校では一応習うはずよ習ってんのかな、先生がね今日外にいらっしゃるんですけどすごいですね、もう素敵な生徒さんたちですよ本当に先生も鼻が高いでしょうにね、本当に本当にね、ありがとうございます、まあ、こんな感じでマジタジタジ、平和を愛する子たちですけれども、平和と継続は力なり、素敵な言葉だよね、素敵な言葉ですよね。でもなんかやっぱさ、どっちもふと思い出した時に、うん、やっぱり大事だって改めて思う言葉だよね。そうだね、う本当に素敵だ、私らもタジタジになりつつも、うん、本当にその通りって、もうこれ聞けただけで今日はなんかもう、そうですね、なんかね、うん、で仙人さんが幸せに寝れるわ、仙人さんが大人タジタジだねって言われて本当だようざいよ、やめてよこれ以上傷を刺さないでもらっていいです広げんと言って、ま、眩しいもん、眩しい本当にね、ごぼう刺してるもん、なんか二人がこんなライト微妙なのにここだけ神々しいですから、ね、すごい、本当すごいですよありがとうございます。そしてじゃあ本題と言いますか、はいはい、なんで放送委員になったのだろうかということが気になりますので、じゃあ流れ的にキュウキちゃんの方からわかります、聞いてみたいな、うん、聞いてみたいですね。自分が放送委員になった理由は、うん、はい、小学校の頃も放送委員やってたんですけど、うん、その時いろいろと後悔したことがあって、うんうん、その後悔をその中学校で放送委員になって、うん、次は後悔しないように頑張ろうっていう気持ちがあるので、うん、
放送員を希望して、うん、なった。でそしたら放送員合格ってなって放送員になれました。あ、なんかこの面接というか、うんうん、合格不合格みたいなのがあるんだなと思って。 あります。すごいですね。でもシビアだな今回だけ。あ、人が多かったんだ今回は。あー、なるほどね。なるほどね、人が多かったのか。そうなんです。でもその中から選ばれ選ばれてるってことね、きっと。聞いててね、耳、あのラジオだけ聞いてる人も耳で聞いてる感じだと分かると思うんですけど、いい声なんですよね。そう、めっちゃいい声してる。いい声なのでね、おめでとうございます。ありがとうございます。放送に頑張ってくださいね。みゆちゃんの方はじゃあなぜ放送員になりたかったんですか？私はあの小学校の頃に放送員ではないんですけど、うんうん、あの図書委員をやってて、はいはいはい、でその時にあのなんか読み聞かせっていうのがあって、うん、1、2年生に読み聞かせしたりとか、うん、でそれがなんか先生とか友達からすごいベタ褒めされていいねいいね、うん、でなんかハマって、それであの中学の時に放送委員やらないみたいな感じの募集がかかってた時に、うんうんうん、なんかこれいけんじゃねみたいないけんじゃねっ て, じゃねって先生の前で言っていいかわかんないんですけどいよいよ、 いよでなんか、うん、受けたら受かったみたいな感じですさすがですね、いけちゃったよ世の中ノリってのも大事ですからね。大事大事、ノリって大事です、ね、いやでもやっぱね、聞いてる限りこの言葉もはっきりとね、うん、聞こえてくるし、すごい聞きやすい声。そう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 、言葉とかもね、言葉選びとかも素敵ですし、うん、それは放送に選ばれるだけのお二人です。そうですね、将来ちょっと FM 那覇でラジオ持ってほしいなみたいな、ね、本当に番組持ってくれたら嬉しいね。先生どうですか、営業かけちゃいますけど、いいですか、 OK です、ありがとうございます。 OK 出ました、ありがとうございます。ありがとうございました。そんな感じで放送委員になったお二人ですけれども、うんうん、放送委員っていうのはちなみに一体何をしてるんですか、うん、普段は。あ、ウィーが、あの放送委員はなんか毎日なんか曜日ごとに月曜日はこれする、うん、火曜日はこれするみたいな、うんうん、決まってて、あの朝の放送とお昼の放送があって、うん、朝はなんか皆さんおはようございますっつって、あの昼はなんか毎日その流す曲が決まってて、うん、それを流したりとか、あと曜日ごとに決まってる朗読とか占いとかをやるっていう。はい、朗読とかもするんだね。すごいね、今占いって、うん、いうのもやってんだ。占いみんな好きでしょ、うん、学生の頃なんかみんな心理テストなんか ね大好きで本持ち歩いてこれ隣の部屋の人誰にするとか、ね、この隣の人はねみたいな、合ってるかも合ってるかもみたいなことも、ね、やってました私らが過去の話するとバカっぽくなっちゃうのですかね。まあ、もちろん自分を落としてるわけではないんですけれども、じゃあね、なんかそういったさ、うん、あの普段こういうなんか曲流したり、例えばそういうコーナーみたいなのをやってるってあればさ、うんね、なんかうちらもね、なんかちょっとやってみてほしくない？そうだね実はですね、うん、なんか心理テストがあるということで、あらお二人に読んでもらえるってことで、皆さん、皆さんみんな今給食食べてると思って、あ、そう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 、給食の時間だと思って、今給食の時間だって思って、なんかもうね、飲み物飲みながら食べながら、そうそう、食べながら聞いてほしい時間微妙かもしれないけど、みんな給食の時間です。はい、でね、あの放送から二人の声が聞こえるわけですけれども、うん、心理テストかな、はい、うん、心理テストを2つ用意していただきましたので、わーやってみようよ。ちなみに私が用意したので答え知ってるのであのちょっとね、言うらしい私は答えませんけれども、かなでと、あとリスナーさん、ちょっと、うんうん、心理テストね、答え知らないと思いますので、 うちはね何もね分かんなかったそうですよね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では1問目お願いします。はい、じゃあ1問目いきます。はい、目の前に超ビッグなお城があります。ほう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 。で、そのお城には窓が何個ついてるでしょうかっていう質問、心理テスト、ね、なるほど、はい、これ何個でも、何個でも、別に何個でも、そうなんだ。うちはね、パッて出てきたのは3つ、うん、あ、3つ、3つ、はいはい、ではリスナーさんもですね、千里さん36個、うん、36個36個ランニーネさんは1個、うん、他皆さん、なるほどね、大きいお城に窓がいくつついてるか、皆さんちょっと教えてください、はい、ちなみに先生にも出してみます。先生は先生 5個、先生5個出てますね。5個ですね、3つ、あ、同じ3つ、5個と3つさあさあ、では自転車の店タオさんもいっぱい、タイゴさんは9個はい、9個、こんな感じですね皆さん答え大丈夫ですかねじゃあ行ってみましょう、答えをお願いします。答えはですね、窓の数イコールあなたのナルシスト度です。おっとおっとおっと、仙人さん36個まあまあだな、まあまあナル
シストじゃないですか。まあまあ、ナルシストじゃないですか。先生たちは控えめでしたね。控えめでした。よかったです。からでも3個でね。3個だな。3個ですね。みんなそうね、2桁の人はなかなかいなかったですけど、強いさんだけ2桁。タオさんなんてもうちょっと未知数だったからね。いっぱい。武者さんはあのめっちゃいっぱいナルシストだったってことですかね。武者さんは5個、うん。自分が好きってことはいいことだから、ね。そうですよ、うん。悪いことじゃないですからね。素敵ですよ。じゃあ次の心理テストいってみましょう。はいはい、お願いします。今日はあなたの友達の誕生日パーティー。プレゼントは冗談半分でびっくり箱を送ることにしました。そこで本物そっくりのカエルのおもちゃにしようと考えたあなた、はい、カエルの色は何色にしますか。1緑、うん、2赤、うん、3黒。お1緑、うん、2赤3黒です。おお、何色にしますか皆さん。すごいちゃんと繰り返して最高だわ。わかりやすいようにしてくれたわ。さあ皆さん、千人さんは赤、ランニーネさんは緑。緑、赤、黒、うん、どれかな、どれかな、みんな。そうそうそう、うち赤かな。赤、うん、赤。おほほほ、なんかハローさんチョコレート色とか言ってるんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、1から違う選択肢出してこないでほしい。なんで4出してくる場合よ。その場合はなんかじゃあそれでいいんじゃない、うん、ってなる。いいよいいよ、もう好きなだけしなさいって。それにやっちゃってみたいな感じやん。さあじゃあ皆さんいいですかね、答えの方。じゃあ答えは何ですか、ね、何ですか。答えお願いします、はい、答えはあなたのユーモア度が上がります。ユーモア度、ユーモア度。ほー1の緑を選んだあなた、緑の方、ユーモア度は60% です。おお、まあまあまあ、そこそこいいんじゃないか。 あなたは周りの人とのコミュニケーションを失礼しました。大丈夫ですよ。大丈夫だよ、大丈夫だ、大切にするところがあり、さりげなく面白いことを言ったり、相手のギャグにうまく合わせられたりします。いいね、さりげなくってのあ、じゃあ結構じゃあ自然な感じ で、ね、ユーモアのある人なんだ ね。あ、それは素敵だな。素敵ですね、はい、では2色目の何でしたっけ。2の赤を選んだあなた、はい、ユーモア度は 80% です。お、よっしゃい、高いよっしゃいって言ったね。あなたは楽しいことが大好きなので、うん、自分が中心となって周りを盛り上げることができます。おい、いいね、いい、みんな合ってる、大丈夫、合ってる、合ってます、千人さんよしって言ってるけど合ってる、合ってる合ってるのねみんな合ってるみたいです。で、はいはいはい、最後の色黒ですね。3の黒を選んだあなた、ユーモア度は 30% です。あら、そこそこやし低いかな。あなたはと大人びたところがあり、あ、なるほどね、楽しいことは大好き、でも、はい、大騒ぎすることはあまり得意ではなさそうです。あ、クールなんだね。そうだ ね、 クールね、ちょっと控えめな人なんだ。アニメキャラで言ったらモテるタイプのキャラ、ね、あ、なるほどね、うん、別にとか言われてエリカヤシみたいな感じこれ分かるやつしか分かる分かる、まあまあ、皆さんが喜んでますね。いや、いいね、いいですね、いいですね。心理テスト、じゃあいつもこんな感じで放送をお届けしてるっていう感じですかね。はい、美味しく給食いただきました、ね、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした、ありがとうございます。いや、でも素敵な声だね、2人とも。そうだね、分かりやすいし、2人ともいい声でした。あ、そんな感じでいつも放送員でやっているっていう感じですけど、お二人なんか今回、うん、あの職場体験、うん、FM 那覇が第一希望だったって聞いてるんですよ。やっぱラジオ局とかラジオとかそういうの声使ったお仕事とかが興味あるのかなと思ってるんですけれども、将来はどんなことしたいなみたいなのは決まってたりしますか。まだ中学1年生だからねですけど、だから例えば今やりたいことでも全然大丈夫、うんうん、なんですかね、ありますかさあ譲り合いですね。大丈夫、日本人の美しさですね。優しいなキユキちゃん、うん、はい、なんか将来、自分は将来の夢が決まってて、歌手になりたいなと思ってたんですよ。あら、素敵、おばさん出ちゃったあらそっか、はいはい、それどんな、なんで、何のジャンルかな、ジャンルとか、ね、私は質問攻めなの聞きたくなっちゃう、聞きたくなっちゃうね。はい、その自分でそのバンドを組んで、うん、そのバンドのボーカルに。あ、いいね、そうね、吹奏楽部だったりもするから ね、 そうだよね、楽器とか音楽とかも得意なんだろうなと思いますけれども。バンドいいな、いいですね。ジャンルはなんかある、決まってるとか。ジャンル、うん、まあ、特に決まってはないんですけど、うんうん、でも自分はロックバンドを組みたいなみたいな。かっこいいな、かっこいいね夢決まってんのもいいね。そうだね、この時だったらもうね、いろんなことできるよ、今から夢決まってたら。なれる、絶対になれるよ、なれますよ、うん、本当に頑張ってください。はい、では頑張ってください。みゆちゃん、みゆちゃんは何かありますかね、将来。
私はまだ将来とかそんな決まってはないんですけど、一応なんかこういう放送系もいいなと思って、うん、いいね夢いっぱいだよね今の時期なんて本当に何でもできますから、そうだねあと生徒会の仕事も一応やってて、そうなんだ、生徒会なんだ、まあ、副会長やらせていただいて、副会長なんてもう大変じゃないの、副会長がいらっしゃるの今日、いらっしゃる今日は副会長がいらっしゃいますすごいね、でもなんかこのでも声を使ったお仕事とか、いい声だし2人ともね、声を使ったお仕事をちょっとやってほしいなって思ったりね、お姉さんは思いますけど、またね選択肢いっぱいあるじゃない、この歌手もそうだし、ラジオでこうやってなんていうんだ、パーソナリティっていうのもあるし、あるからね、例えばうちらはね役者だからそうやってなんか舞台に立つのもまあ声を使ってるお仕事ではあるからさ、そういったのがね夢であると素敵だね、なんかね応援したい、そうだね、てか応援してますめっちゃ応援してる、応援してます夢いっぱいですからね、応援していきましょう、カナラジオは叶えるラジオですからね、そうこのラジオに出るとなんか夢が叶うらしいっていうジンクスがあったりなかったりないやしないやしあるよ、え、あるだろ、あるよ、あったりなかったりって言うとあるよあるよじゃあ、だってあるし、叶えるのはね、まあ、自分たちは応援めっちゃする、応援でございます、超する、お、出たいって言ってます、素敵、皆さんの夢も叶えましょう皆さんの夢叶えたいと思ってます、頑張っていきます、頑張っていきましょう、頑張っていきましょう、というわけでですね、本日ゲストはですね職場体験で来ておりました、那覇市立寄宮中学校1年生の、みゆちゃんときゆきちゃんに来ていただきました、はい、職場体験これからもね、この後また仕事ありますので明日もありますからね、頑張ってくださいね、ありがとうございます、ありがとうございました。時刻は2時51分じゃ急になんか別人格出てきたんですけれどもというわけでエンタメ情報番組ということで告知がございます、いいですか、来月2月8日土曜日なんですけれども、子供国際映画祭 in 沖縄スペシャルイベントとしてですね、イランの映画自転車というものがの作品が、日本語吹き替え版が日本初上映されます、それが今回琉球新報ホールで行われます。はい、で私そちらの、自転車のゴラムレザという主人公の男の子の、日本語吹き替え担当させていただきました、無料で見に来れますので皆さんぜひ2月4日土曜日は琉球新報ホールに足を運びください、よろしくお願いします、イエーイ、ありがとうございますありがとうございます、初めて声優挑戦させていただいて、どうですか、大変でした、大変だったけどすっごい勉強になったよ、あはーやっぱり、声優の声、なんか声のお仕事ね、この方やりましたけど、ナレーションとかもやってるんで、よければ聞いてください。そして、私もですね、はい、2月22日23日に、クルガニヌユという、舞台に出演いたします、ハイバル劇団の海、劇団海第3回公演に出演させていただきます、はい、まあ、ちょこっとしか出ないんですけれども、私非常に踊ったりしますので、ね、だからめっちゃ気になる、ダンスまでなんか作っちゃった、すごいよ何をやってるんですかね、振り付けするってやばい、振り付けもしちゃいましたけど、ふざけた動きをしてるので、面白おかしく見ていただければなと思いますこちらがですね、ハエバルの、クガニホールでやります、一般1500円、高校生以下500円、当日になりますと500円増しになりますので、前もってですね予約していただければなと思います。鉄が沖縄にどんな感じできたのかっていう作品ですね、ぜひですねアットホームな感じでお迎えしておりますので、いいね、よろしくお願いしますそんな感じでいただきます。というわけで、追加からコメントですね、武蔵さん、きゆきちゃん、みゆきちゃん、失礼しました、みゆちゃんの声は聞きやすくて心理テスト面白かったですよと褒められてます、2人ともありがとうございます、いい声やし2人ともとても可愛いですねってね、言ったでしょ、可愛いゲスト来るって言っためっちゃ可愛いやろ、ほら言ったでしょほら、いいよ、そのそこら辺にいる人も全然可愛いと私は思いますよね、みんなも可愛いけどはい、とかで、ね、メール来てるんですけれども一応読めるかな、ランニーネさんですね、はいはい、男の仕事の8割は決断だ、
そこから先はおまけみたいなもんだわ。仮面ライダーダブルに登場する、うん、なるみ総吉、仮面ライダーの、ダ仮面ライダースカルの言葉ですって。ちなみに演じてるのは吉川さん、これなんていうんだろう、浩二さんかな、はいはい、めちゃくちゃかっこいいらしいですよね。仮面ライダーのお話でございました。でもいい言葉だね。いい言葉ですね。今日は、好きな言葉でお送りいたしまして、うん、皆さんのですね、いい言葉とか好きな言葉とか聞かせていただきました、はい、そして、ゲストにはですね、那覇市立よりみや高校ってなっちゃった、中学校よりみや中学校だってみんな高校生みたいなんだもん。でも大人びすぎてる、大人びすぎてますからね。中学大学とかまで行きそう、行きそうね。飛び級ぜひよろしくお願いします。あ、すみません、吉川浩二さんでしたね、すみませんね。那覇市立よりみや中学校の1年生の、みゆちゃんときゆきちゃんに来ていただきました。この後もね頑張ってください、仕事本当に、はい、頑張ります。放送もね、明日も放送もね、頑張ってください、ね、頑張ってください。ぜひぜひ皆さん、ね、楽しんでね、夢を応援しておりますのでください。みんなに明日聞いてほしいね。聞いてほしいですね。その収録動画とか上がったりするのかな。あ、上がって、上がるとね、上がるとね、同級生のみんなも見れるから、今も、うん、同級生見てるかもしれないもん、ね、あ、だからね聞いててくれたら嬉しいな。ありがたいですね。最後にじゃあ一言ずついただけたらなと思います。ます今日の感想、じゃあゆきちゃんからどうぞ。ゆきちゃんからお願いします。一応この日が来るまでなんか、うんうん、自分ができるかなみたいなちょっと不安だったんですけど、うん、でも意外にみんなすごいなんかフレンドリーっていうか明るくて優しかったので、フレンドリー代表だからね、なんかもうドキドキしてたのが和らいだっていうか。あ、よかったよ、すごい楽しくできました。あ、嬉しい、よかっ かった。またね、あ、メール来てるって言われました。ありがとうございます。ありがたいです。はい、じゃあみゆちゃんの方もお願いします。はい、私もキュウキと同じようなことなんですけど、うん、はい、なんか結構緊張してたのが、うん、皆さんすごいフレンドリーでなんかめっちゃ面白くてなんかあっちの方で聞いててすごい笑ってたっていうか大人でも変な声出す人いるからね。ルベーとか言ってる。またワンダフォーワールド聞いてるね。はい、ありがとう、ね、面白い、笑ってくれてありがとうございます。本当にみんなが笑ってくれるから私も調子乗って、ね、楽しそうでよかったわ。あ、でもで30秒であとで終わりますので、はい、では、この番組はモットーは一期一会、出会いを大切に、働けるまでこの仕事を続けたい、タクシードライバー棚原乗務員の提供でお送りいたしました。はい、というわけで本日もご来場いただきまして本当に本当にありがとうございます。ありがとうございました。